皆さんこんにちは、菊地亜美です。今ですね、お家に帰ってきて小亜美さんのお迎え前なので YouTube を撮りたいと思います。イエーイ。ちょっと今変なテンションなんだけど、結構ね、間が空いてしまって YouTube の更新ので、前にね、この亜美チャンネルが15万人を突破したから質問コーナーをやりますって言ってインスタで質問募集したんですよ。で、あれよあれよと時間が経ってしまい、まだ答えられていない状態だったんだけど、その間に16万人突破いたしました。16万人っていうすごい微妙な数字の切れ目切りになっちゃったけど、まあちょっとここでね、質問コーナーやっていきたいと思います。アーカイブから皆さんからいただいたこういうね、質問全部残っているので、まあ、できる限りポン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 いっぱい答えていきます。あ、ちなみになんですけど、今手なんかこんな感じでぐるぐる巻きのサポーターみたくなっててね。で、私今日生放送だったの。生放送をこのまま出たら、手大丈夫ですか、どうしたんですかっていうね、メッセージをたくさんいただいてたんですよ。で、今も気になると思うんですけど、これただグラタン作ってる時に火傷しちゃいました。申し訳ありません、申し訳ありません。だから気にしないでください、大丈夫です。いっちゃんが部活の時にこうやって巻いてたから、俺めっちゃうまいねんサポーターの巻き方みたいな感じで、これは取ったらあかんでって言って巻いてくれましたので、このままいきます。はい、どうでもいいことすいません。いつも明るいハッピーマインドの秘訣は何ですか？いつも明るいわけではないんですよ。私は結構喜怒哀楽が激しくて、落ち込む時は落ち込むし、落ち込んでる時にもなんかちょっといいことあったらやったーってすぐなる感じなんですけど、そこまでやっぱ深く考えてないのかもしれないですね、物事に対して。ちょっと待って、ごめんなさい、あんまり回答が浮かばないけど、でもやっぱり人生いろいろあるさっていう気持ちでやっているので、ちょっと落ち込んだりしても楽しいことを考えようという気持ちで、楽しいことを考えようっていうか、ちょっと落ち込むことがあっても楽しい方を盛り上げようと思ってます。ただそれです。最近とっても痩せたのでダイエット方法を知りたいです。ダイエット方法はね、本当にすっごいものすごい量を食べてたのをちょっと減らしたぐらいですかね。まあぐらいですかねって言っても、もともとすごい食べてたから量を減らすっていうのが私的にはすごく大事で、やっぱ夜のね、ウーバーイーツとかすごく大好きなんです。それもやめてはない、やめてはないけど、ちょっと少なくしたりとか、夜ご飯に白ご飯食べないでおかずだけとか、あとちょっと夜ご飯を食べ過ぎたり夜食食べたりしたら、次の日の朝食べないでお昼から食事をスタートするとか、これ多分参考にならないと思うし、全然体に悪いと思うんで、あんまりおすすめはしないんですけど、私はそういう感じで空腹の時間を空けるっていうのがすごく合ってましたね。なのでトータルの1日の食事量も減りました。今日はね、スタバに行っちゃったの。キャラメルフラペチーノのショートとこういうチョコクッキーを3時半ぐらいに食べたんですよ。で、結構ガッツリじゃないですか。だから甘いの食べ過ぎてもたれるっていうのもあるんだけど、全然やっぱお腹空かないから、そういう時は夜ご飯は小亜美さんの夜ご飯をちょっとつまむぐらいっていう感じですかね。2歳の息子がいます。娘さんに本気でイライラしたり怒ることはありますか？どうやって怒りますか？あります。というか、やっぱ舐められちゃうんですよね、優しい意図基本だから。ダメなことはダメって教えなきゃいけないから、例えば昨日だったら寝てる時に足で蹴ってきたの、私のこと。で、足で蹴らないで、ママ痛いからって言ったら、その後思いっきり蹴ってきたんですよ。そしたらもういっちゃんが怒って、そこでごめんねって自分から発するまで、パパがね、それは真剣に怒ってくれたんですけど、真剣に怒ってても正直笑っちゃいそうになるんですよ、こっちは。もうなんかこういう顔したりとか、わざと違うとことか向くのってやったりとかするから、なんかやってるよと思って笑っちゃうんだけど、もうそこは絶対笑わない。で、それ以外本気でイライラしたりでしょ、本気でイライラしたりも長引かないけど、あるはある。何回やっても同じことしたりとか、何回言ってもやらなかったりとか、何回言ってもわざとダメな方にしたりとかすると、もうってそれは人間だから思います。はい、
みんな一緒ですね。こういう系の質問たくさん来てます。子供のイヤイヤにイライラして感情的に怒ることありますか？全然怒らなそうなイメージです。いや、それは多分この YouTube で仲いいところしかね見てないからだと思います。まあ、もちろん仲いいですよ。仲いいですっていうか、あの子供と仲いいってちょっとよくわかんないんだけど、仲いい友達みたいな感じではあるんだけど、でもあくまでも私は親だから、そこはちょっと怒ったりとか、もうダメって言ってるでしょとかは言います。小美ちゃんは好き嫌いなく食べてくれますか？2歳の娘、偏食食べムラ激しく悩んでます。あー、わかります。うちはトマトがまず苦手で、ピーマンも日によるんだけど、あと他の食材は日によるの。私グラタンとシチューがすごい好きなんだけど、あのクリーム系。小美さんはグラタンシチューあんまり食べないんですよ、私が作っても。でも保育園のとか見ると、あれ家で食べないのになっていうもの食べてたりとかするから、そこまで気にしてないですね今は。夫婦喧嘩はされますか？された時はどう仲直りしますか？夫婦喧嘩はまあしますけど、仲直りは特にしません。すぐ仲直りしてるっていう感じですかね。どっちかがもう普通に喋って終わりっていう感じ。まあ喧嘩っていうか言い合い。もうやめてよいっちゃん。いや、あみちゃんだってやってるやん。いやいや、だって私は違うじゃん、私はこうこうこうじゃんっていう感じ。長引かないことがいい一番ですね。娘さんと2人でお出かけする時の移動手段はタクシーですか、それとも電車ですか？これはね、あの正直に言うと、私1人の時はほぼほぼタクシーを使っちゃってるんですね。でもパパがいなくて2人でお出かけっていう時はほぼ電車ですね。電車の方が小網さんが喜ぶし、なんか電車までのホームでいろいろ人がいて、でそのベビーカーに今でも乗ってるんだけど、そのホームに人がたくさんいる中で電車に乗って、電車の中は静かに喋ろうねとか、太陽さん見えたねとか、また乗り換えするからもう一回電車乗るよとか、多分ね、電車を普段使われてる方は当たり前じゃんって思うかもしれないんですけど、タクシーを毎回使ってちゃってる私からしたら、そういうことも小泉さんといる時に一緒に感じたいし、遊びたいし、学びたいなっていうのがあるから、教えたいし。だから時間がある時とか、一日休みでどっか行くっていう時はもう絶対電車に乗ってます。楽しいですよね、電車もね。あみちゃん、眉毛脱色してますか？していたらセルフですか、エステですか？エステで眉毛の染めるのはやってるんですけど、家でも持ってます。あんまり推奨はしてない、私個人的なやり方なんだけど、腕の脱色のクリームあるじゃないですか、それを塗ってますね。そうすると眉毛の脱色のやつよりも腕の脱色のやつの方が色がすごい入るんですよ。だからワセリンとかで保護して周りをこう塗って家で脱色する時もあります。おすすめっていうのは言えないけど、私はそんな感じです。はい、大学生ですか？アミちゃん大好きで、更新されるとどの YouTube よりも先に見てます。嬉しい、ありがとうございます。今日も撮った甲斐がありました、ありがとうございます。近い月齢ママとして憧れです。美容医療は何かされてますか？美容医療はシミとかじゃなくてってことかな、シミかな。美容医療はハイフを半年に1回やりたいんですけど、ずるずるいって1年に1回ぐらいになってしまってますね。ハイフは1年に1回で、あの糸リフトはこの間初めて、この間っていうかちょっと前かな、初めてやったんですけど、なんかあんまり私的には分からなかったかな。うん、結構ね、卵型とかの人の方が分かりやすいのかもしれない。だから近々また糸リフトやろうとかっていう予定はないです。でシミは定期的に行ってます。シミとかトーンアップの、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、シミ取るやつなんて言うんだっけ、フォトフェイシャルとかはやってます。はい、子育てと仕事の両立に苦戦してます。いつ夜ご飯作ってますか？どんなご飯作ってますか？これはね、本当に日によるんですけど、仕事がまあ3時とかに終わる時だったら、もうそのまますぐ帰ってきてお迎えまでバーって作ったりするんですけど、夜遅くなってちゃうって時とかは次の日の朝のやつを夜中に作ったりとか、あともう本当にさっきも言ったんですけど、今日みたく私はお腹空いてなくて小網さんだけって時とかはもう帰ってきてから作りますね。最近は炊き込みご飯にすごいハマってて、炊き込みご飯って言っても昔は一からね具材炒めてとかやってたんだけど、今はとりあえず炊き込みご飯の素とかをストックしといて、やっぱ美味しいのいっぱいあるじゃないですか。いや、それを作ったりしてると、やっぱ炊き込みご飯ってね美味しいし、野菜も入っててすごい食べるんですよ。
小網さんが。だからもうそれは常備してますね。はい。小網ちゃんの貯金はどうしてますか？あ、これは、小網さんの口座とかは私作ってないんですよ。作ってないけど、私の貯金は娘の貯金みたいな、いっちゃんの貯金は娘の貯金みたいな気持ちで、まあ、貯金をしていこうねっていう話はしてます。していこうねというか、まあ、結構するようになりましたね。はい、旦那さんとどのぐらいの頻度でデートしていますか？今その家を建ててる途中なので、家の打ち合わせとか新居をちょっと確認したりとか、そういう作業がたくさんあるので、それはまだちょっと危ないから小網さんが保育園行ってる間に行ってるんですよ。でその帰りに一緒に、まあそもそもその日を2人がお休みの日に合わせて、そのままランチデート行ったりとか、一緒に家具見に行ったりとかしてますね。でも映画館にね、小網さんが生まれてから2人で行くっていうのがなかったので、この間娘がね保育園に行ってる間にちょっと映画館に行ってみようよっていう話をこの間ちょうどしてみましたね。はい、小網ちゃんにさせたい習い事って何かありますか？これもね、特にないんですよ。絶対これさせたいっていうのがなくて、ただいろんな体験とかには行ってみようかなって思ってます。私自身はねピアノをね3歳からやってて、で他にもいろいろとやってたんですけど、まあ一番続いたのはピアノかな、なんですけど、まあピアノ、英会話、プールとかは人気ですよね。幼児教育に関してどの程度力を入れてますか？また今後力を入れようとされていますか？あー、これは結構周りのお友達とかもそうだし、ちょっと小網さんよりも大きい子供がいるママさんとかにもよく聞くんですけど、やっぱ本当にいろいろありますよね。私も幼児教室入れさせてたりとかいろいろしてたんだけど、結果的に言って小網さん的にはすごい楽しんでたの全部。でも今後なんか親のエゴでやらせたりとかはしたくないなっていう気持ちは私はありますね。まあ私もいっちゃんも自分がやりたいことをやってで仕事になってきた身なので、なんて言うんだろう、なんか周りの人たちと同じことをやった方がいいとか、いい学校に絶対にいらさせたいとかではなくて、本当に本人の本質を見ていきたいなっていう気持ちはあります。だからといってわがままになったりとか、何でも OKOK ってさせたいわけではないし、もうそんな絶対嫌なのでそこは向き合って話したいなとは思ってます。夫婦のお財布事情はどのようにしていますか？夫婦のお財布事情は、これはいっちゃん、これは私みたいな感じで決めてて、で特別なもの、ソファーとか、まあ今だったら全部買ったのよ。私お家でさ、家具家電、ソファー、ダイニングテーブル、ダイニングチェア、テーブル、エアコン、冷蔵庫、洗濯機とかもね、すっごいたくさん買ったんですよ。そういうのはもう全部折半にしてます。あ、とりあえずちょっと結構長くなっちゃったから、こんな感じにしたいと思います。私はちょっと小網さんのお迎えに行かなきゃいけなくなっちゃったので、また続きはいつか、いつかっていうか今日お風呂入ってから撮れたら撮りたいと思います。違う日になったらすいません。はい、ということで皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。